年明け早々、青春18切符を手に入れた僕、どすこい。せっかくなので、大阪駅から電車を乗り継いで、北朝鮮の手前まで行くことにしました。前回は広島と山口の県境で派手にずっこけて、半泣きになりましたが、その後、なんとか持ち直して下関までたどり着きました。今回は下関の港から夜行船に乗って、韓国の釜山に向かいます。はい、電車に乗ること約3時間かな。長かった。2時間まではまあ楽しめるんですけど、2時間半とかなってくるとね、だんだんなんかそう気が狂ってくるっていうか、なんかもう同じことの繰り返しひたすら続くからね、ドアが開いてうーんって走って、ドアが開いてまたうーんって走ってみたらね、続くからなんかちょっと気が狂いそうになったんですけど、まあ動画の編集とかしてね、なんとかしのぎました。で、今これね、下関に着いたんですよ。やっと、いやー、やっと着いた。すごい、なんか達成感があります。僕何もしないんですけど、電車の運転とかしないんですけど、単に電車から座っただけなんですけど、なんかね、達成感があります、ここまで来たら。でね、まあ普通だったらっていうか、どうかな、みんながイメージするのはね、今から韓国に行くんだったらね、みんながイメージするのはこのまま、まあ九州に渡って博多まで行って、博多からビートルって船に乗ってね、こう対馬を越えて釜山まで行くルートが、まあみんながイメージするルートだと思うんですけど、もう一個ねルートがあるんですよ。この、ね、下関からもね船が出てるんですよね。で、その船がね、夜行船っていうか、そこでね泊まれるんですよね。そう、宿泊も兼ねた移動になるんですよ、それが。そう、僕それがねちょっと乗ってみたいなと思って、つまりまあ船のホテルですよね。前僕インドでね船のホテル泊まってたじゃないですか。でも船のホテルは停泊車両だけで動かない船だったでしょね。まああれがまあそう珍しいらしいんですけどね。でもね、今回乗るのはその動く船のホテルなんですよね。動く船のホテル気になりますよね。ちょっとチェックインします。今回やってきたのは本州の西の端っこ、下関です。本州の玄関口だけあって、駅前結構栄えてますよね。山口県で一番大きな町でもあります。繁華街の入り口にはこんな韓国風の門も建ってます。下関は100年以上前から朝鮮半島へ向かう船が出ていて、戦後20年ぐらい交流が途絶えた時期はあったものの、ここ数十年間は基本毎日釜山行きの船が出ています。今回はそんな歴史ある国際線カンプフェリーに乗って北朝鮮方面を目指します。出国手続きを済ませていよいよ乗船。このカンプフェリーには日本の船と韓国の船があるんですが、今日は日本の船浜遊の日です。ただ見た感じ、乗客はほとんど韓国人で、スタッフの方も多分みんな韓国人。船の中で日本人っぽい人は一人も見かけませんでした。夜行船に乗るのは初めてだったので、テンションが上がるドスコイ。船の中の螺旋階段を登るだけでワクワクドキドキです。はい、ってことで乗船手続きを済ませて、で今船に乗ってこの今日泊まる部屋の前まで来ました。さあ、どんな部屋かな。久しぶりですね、これするの。最近高級ホテルばっかり泊まってるからね、ボーイさんとか連れてくれるからね。はい、今初めて開けました。はい、中はどんな感じかな。まあもちろん僕ね予約したからしてたんですけどね、今日ね和室なんですよ。面白くないですか、国際フェリーの中で和室。これいいでしょね。ほら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 、うわあ、まあ、狭いけど、なんかいや、これは結構味わい深いぞ。これいいなあ。で、救命胴衣がここにあって、あ、布団が入って、うわすごいな。ほら見て見て、布団ほらちゃんと、ほら手治った、治ってないんです、まだ痛いんですけど、こうやって、ね、開けれるぐらいまでなったんですよ。すごいでしょ。はい、でね、ほら枕があって、あ、ちなみにこれね一等室です。この上にさらに、スイートっていうのがあったかな、なんか2つがもっと、ね、特別なんとかと、あとスイートと、あと2つ2ランク上があります。で、これ1等です。で、2等はもうなんか20人とか30人とか同じ部屋で寝るみたいな、雑魚寝みたいな、そんな部屋だとね、そんな部屋って、それ部屋じゃないじゃないですか。そんな場所だともう撮影もできないと思うし、だからもうやめたんですよ。もうちょっとお金高くなるんですけど、まあ、これお金出してね、これにしました。で、まあちゃんと布団がある、布団すごい。へえ、これ何、これ座布団かな、座布団みたいなやつがちょっとある。あ、ちょっとちゃんと取れてないけど、まあなんかこれ布団ちょっとよくわかんないけど、後で引きますね。で、これ開けるとどうなんだ、これ、お、これ
開けてみますね。ん？何これ？お、ああ、これあれ外が一応見えるけど、その外の景色との間に誰か人間が多分行き来したりするだろうなこれ。それはそれいいですよこれ。わ、結構いいじゃないですかこれね。皆さんこれ気に入ったでしょ？でね、まあ、このここに泊まる値段は1万2000円から全部合わせて確か、うん、あとなんかいろいろ税金とかいろいろ払うのがあるんですけど、全部合わせても1万なんか3、4000円だと思うんですけどね。ホテルで1万いくら払ってこれだったらちょっとねはぁって感じですけど、これ船なのでね、このままこれ韓国まで行くので多分安いと思いますよ。韓国まで行く船代とホテル合わせて1万3000円とかなので全然いいですよね。しかもこれね、2人とかで泊まるともして安くなります。1人で泊まるとね、そのなんか占有料金なんかそのいるんですよね。何千円か払わなきゃいけないんですよ。でこれちゃんとお茶とかも置いてくれてて、いや結構いいですよこれね。え、皆さんなんでこれで韓国行かないんですか？皆さんもこれで韓国行きましょうよね。え、いまだにお正月、今日僕お昼ご飯食べてないんですよ。なのにお正月太りまだ治らない。まあまあいいけどね、いいよ別にそんなの、ね、誰も気にしないですからね。はい、じゃあ改めてもう一度ね GoPro で撮ります。入るとほらすごいでしょこれ和室ね、いいでしょ。なんかね国際フェリーで和室ってめちゃくちゃ面白くないですか？めちゃくちゃ味わい深いんですけどこれ、いやーね、なんかでこれを開けると、どうやって開けんだこれ。あ、開いた開いた。おー、ほら味わい深いこれ。わあ、いいなこれ。へえ。まあ今冬だからあんまり人外に出ないと思うけど、まあ人も出てここに歩いたりするのかな人ね。それはまあ景色とここの部屋の間に誰も人いない方がいいけどね。まあまあでも別にいいです。いやこれいいじゃないですか。で、あ、これ何入ってたんだこれ。よいしょ。あ、これ何も入ってない。なんかこの感じも味わい深いな。はい、でこれトイレとかシャワー室だと思うんですけどさ、はい、はい、どうなってるかな。この中は和室なのかな。そんなことないの。ん、開かない、開かない、開いた開いた、よし。お、あ、中はまあまあ普通だな。まあでもそれでもへえ、普通シャワー、ほらどうですかこれ。まあ使い方はまあまあ日本の船だからねこれ、うん、わかりやすい普通にやるやつですねこれね。うんうんうん。で、あ、トイレが普通にあってへえ、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ね。トイレットペーパー以外は流さないでください。まあ、普通ですね。まあ、日本だったら普通ですね。で、トイレットペーパー2つあって、まあ、買いに行けないもんね。で、あ、なんか富裕層のホテルみたいにあの、ね、あれ、歯磨き用のコップまである。で、まあ、これはまあまあ普通に充電できるのかな。で、これは日本の船なので、これガブガブ飲んでも死にません。インドとは違いますよ。はい。で、まあまあ、あとこういうのって。でね、そう、ここね、レビューにもあったんですけどね、バスタオルがないんですよ、ここね。そう、だから僕持ってきました。で、こういう、これだけあるんですよ、これね。これね。あ、なんか、放送なってる。お客様にご案内申し上げます。はい、何ですか？ただいま、免税売店の営業を開始いたしました。ああ。営業時間は9時30分まで、うん。病床は6時30分から、まあ免税店は別に何でも、はい、韓国人の方が喋ってくれてるんですね日本語で。あ、そう、僕ねお腹空いたんですよね。お昼ご飯食べてないんですよ、うん、だから今から、ね、なんか適当なもの食べに行こうと思って。まあなんか ねネットで調べた限りではそんなになんかいいものはないというか、まあ、普通にカツ丼とか高いお金払う1500円ぐらい払ってね、なんかめちゃくちゃ豪華なものを食べるとかそういうのはないみたいなんですけど、まあまあなんかねちょっと食べに行こうと思います。今これ読んでたんですけど今ね6時57分とかなんですよね。で今6時半にまあ乗船して終わって、で7時入浴するのがおすすめなのか、こう船内での過ごし方って書いてあるんですけどね。4時から入浴して、で、4時半になったらレストランが開くんですかね。で、まあレストランで、これね、今メニュー見たらね、ちょっとまあ話が飛んじゃうんですけど、メニューが書いてあったんで、どこあったかな。メニュー。あったあった。メニュー。はい、いろいろね、ほら、おすすめメニューで、浜夕御膳、鶏ハラミ定食。いろいろあるんですけどね、これね、韓国料理と日本食、両方とも食べれるみたいで、
そうそう、これこれね。和食はとんかつ定食とか、まあ、カツ丼まあ普通チーズインハンバーグなんかガストみたいな。でカツカレーとかちゃんぽん、海鮮ちゃんぽん、ほー、何それ、ちょっと 長崎っぽいのかな。でこれ韓国料理、どっちにしよっかな。やっぱせっかくだからね、韓国料理食べたいかな。まあ、これから行くんだけどね、韓国ね。でその下関発はキムチチゲ定食ね。でプサン発はユッケジャン定食食べるみたいですよ。もやしビビンバ、まあ微妙だな。スンドゥブチゲもいいけど、ヤンニョンチキン、ヤンニョムチキン、どうしよっかな。なんかあんまりそそるのがないな。それだったらなんかとんかつ定食、カツ丼の方がいいかな。カツ丼美味しそうだな。カツ丼にしようかな、もう。でね、このあの船の中に結構いろいろあるみたいで、まずまあ、でさっき言ったレストランでしょ。でその後、まあ、出港、7時45分、だからあと50分か40分ぐらいかな。で、8時から船内施設でお楽しみ。これ。これですよ。免税店でお土産とかマッサージもあって200円。でゲームコーナー、懐かしのゲーム、まあまあそれはいいか。あと、あレストラン営業、ああレストラン今もう始まったみたいですね。あじゃあレストランでご飯食べてからお風呂入ってもいいですね。でカラオケルームでワイワイ、一人でカラオケ行きますかね。2500円、ダーカダーカ、いやいいよ別にカラオケなんか、一人で歌っときます。私のお墓の、まあ、これでこんな風に歌いますからね。はい、マップ、まあマップはまあいいか。じゃじゃーん、マッコリ頼んだんですよ。ちょ日本のやつだけだとなんかね、国際線って感じしないでしょ。マッコリって知ってます？韓国のお酒、これ甘くて美味しいんですよ。もうお酒飲み始めましょう、どすこい。はい、じゃあマッコリ飲みます。あ、これ振らなきゃダメだ、確かね。ちょっと振ります。甘口あるかな、まあまあいいや。マッコリ美味しい、皆さん飲んだことあります？マッコリ、マッコリ美味しいんですよ。ちょっと見えないからこうやってちょっとやりますね。おお、美味しそう美味しそう。あんまり飲んでね、でベロンベロンなってもダメだからね。まあ、ちょっとにしときますけど。はい、じゃあ飲み、なんかこれ味わい深いコップだな、これなんか。コップなんか犬の餌みたい、これ。はい、飲みまーす。そう、ああ。なんとも言えない甘み。そう。わあ、美味しいわ。疲れが取れるわ。だって今日僕ね、5時間ぐらいで一緒に乗ったと思うんですよ、多分ね。広島からの県境まで1時間弱で、で岩国から2時間いや3時間乗ってるから、まあ4時間弱ぐらいか乗って、もうほんと疲れました。意外と、まあ、僕電車乗るとねテンション上がるんですけど、やっぱりさすがに乗りすぎはしんどいです。うん、しんどい。うん、マッコリ美味しい。僕昔ね韓国料理店でバイトしたことあるんですけど、上野でね。そうで、こうあのマッコリね、よく飲んでたんですよね。美味しかったあれね。まあ今も美味しいんですけど。しばらくするとやってきました、カツ丼です。卵がかかったとんかつがご飯の上に乗っている、日本人なら誰もが知ってるカツ丼です。はい、じゃあいただきます。カツ丼美味しそう。見えますか見えないか、まあまあいいや。はい、いやー、普通に匂いとか普通に日本のあれですよ、やっぱ日本人が作ってんのかな。あの持ってきてくれたのは韓国の方ですけどね。日本の味だ、美味しい。今のお腹空いたんですよ。お昼ご飯食べてないからね。そう、あ、ダイエットしようと思ってね。まあ電車にも乗ってたしね。うわ、美味しいわこのカツ丼。船の上で食べるカツ丼は、その陸で食べるカツ丼よりもなんか味が濃い気がします。本当ですよ。まあ普通に食堂とかで食べるカツ丼の味です。だから普通に美味しいです、普通にね。そう、別に特別なことはないけど、うん、まあその、ね、船の上で特別さをね、まあ求めちゃダメですよ。でもまあカツ丼はね普通が美味しいですよね。そうですよ。僕ね勝家のカツ丼大好きですよ。皆さんどうですか？松の家っていうの知ってます？松の家のカツ丼は勝家のカツよりもやや1ランク上だと思うんですけど、1ランク上というかちょっと手作り感があるから松の家の方がね。なんですけど僕勝家の方が好きですから。勝家のね、なんかそのチェーン店したね、バイトが作った感があるね、あのカツ丼が僕は好きです。はい、じゃあちょっと外に出てみます。なんか出ていいみたいなので、よいしょよいしょ。おお、すごい。お、海の香りが、
おお、いいね。どうですか皆さん、いい感じでしょ。まあ、うん、こういうの僕初めてだから余計かもしれないですけど、あ、これちなみにこれ、はい、僕の部屋です。外から丸見えです。もちろんこう閉めたらいけるんですよ、ちゃんとね、うん、でも別に丸見えでもいいと思うんですけどね、変なことしなかったらね。船の上から見る下関の街並みはどうですか。なんかあんまり見えないかもしれないですけど、これ夜だからね。ほら、これ下関の街並みです。皆さんどうですか、下関ですよ。今から韓国に行くんですよね。あれなんかタワーあるじゃん、あれあれなんか下関なんとかタワーです。もうまた僕ちゃんと調べてないんです。 なんかなんとかタワーでしたよ、ちょっと忘れましたけどね。ちょっと分かりにくいんですけど、今ね動き出したんですよ。ほら、分からないな、これで動いてるんですけど、まだわからないな。せっかく今ね撮りに来たんで、もう一緒に急いで撮りに来たんですよ。動き出したから、あー撮らなきゃ撮らなきゃと思ってね、まあ、一応これ仕事で来てますからね。僕は YouTuber の仕事をしにこの船に乗ってますからね。っていうか、せっかく動き出したのに誰もいない。ほら僕以外ね、ほら誰も乗った、ほら動き出したる様子を誰も見ようとしない、なんかおかしくないですか。こんなもんですかね。僕以外に YouTuber はいないんですか、この船に。韓国人の方いっぱい乗ってますけど、韓国にも、ね、YouTuber はいっぱいいると思うんですけどね、この船誰も乗ってないんですね。はい、下関のなんとかタワーがどんどん小さくなっていきます。どうですか。今お風呂入ってきたんですけど、これ見てください、これ、あ、見えない、ほら布団敷いたんですよ。なんかすごい質素ですけど、まあでもなんか寝れますか、ちゃんとね。うん、そんなに高級である必要はないですからね、ちゃんと寝れたら僕はそれでいいんです。まあ、ちょっとね、あの昨日、今日の朝のリーガルウェアホテルと全く違うんですけど、えらい楽さなんですけど、いやでもね、いいと思いますよこれ。ちょっと今一回寝てみますね、絶対いいですから。あ、ちなみにね、お風呂すごい良かったですよ。あ、大浴場みたいなのがあってね、あの僕以外誰もいなくてすごい良かったです。うん、まあ、ここにもね、お風呂は、お風呂っていうかそのシャワーはあるんですけどね、まあ、さっきも紹介したと思うんですけど、これね、シャワーはあるんですけど、僕も、あ、あれ見えない、まあまあいいや、うん、僕もこれ使わなかったです。もうあのお風呂場、あの大きい大浴場で入った方が絶対気持ちいいです。あれ良かったですよ。あの誰もいなかったから僕は一人でバタフライしましたもん。これバチャンバチャン、まあできなかったですけどね。はい、じゃあまあとりあえず一回ね寝てみます、どんな感じなのか。はい、皆さん僕がね寝てる様子を見て想像してくださいね。この下関から釜山に行く船フェリーに乗るとどんな感じの夜を迎えることができるのか、ちょっとね、あの想像してくださいね。はい。あ、あ、結構、あ、いいですよ。まあ、こちらが、薄い気しますけど、ここのね、部屋結構 あったかいんですよ。まあ、暑いくらい、あの、今お風呂から上がってきたから余計なんですけど、今それ暑いんですよね。うん。で、これ今これ、ちょうどいいですよ、これ。うん。ほら、ほら、ほら。ほら、あ、どうですか？ほら、僕気持ちよさそうでしょ、ほら。ね？ほら、気持ちよさそうでしょ。ね。はい、じゃあ、おやすみなさい。で、今、朝になったんですけど、まだね外暗いんですけどね、6時40分とかなんですよ今。でも景色見てみたらね、なんか光が見えてて、だプサンがもう近づいてんじゃないかな。あれ多分プサンだと思います。一回見てみますか。見えないか。あー、ちょっと分かりにくいけど、もうこの光あるでしょ、あれ多分プサンなんですよね。だからもう近いんですよ。うん、だからね、まあもうのんびりしててもいいんですけど、あのこの船ね、朝ごはんも食べれるんですよ。そんなの気になりますよね。ねえ、ちょっと食べてみます。で、ちなみにね、揺れなんですけど結構揺れてます。これわかるかな、なんかすごい揺れ、今揺れてるんです。結構グワーングワーンみたいな感じで揺れてるんですけど、あ、乗り物よ、あの何、船酔いは全然してないです。うん、克服したのかな。朝ごはんのメニューはこんな感じです。タラスープ定食、モーニングセットで、韓国韓食で和食。昨日じゃ和食食べたからね、今日じゃこの韓食にしようかな。よし、これにしよう。タラスープもいいけどね。
タラスープもね、いいんですけどね。あ、これ美味しそうだな。タラスープにしよっか。よし、タラスープにします。なんか景色見てみたら、街がもう結構目の前に見えてるんですよね。もうなんか着きそうな感じなんですけどね。今から食べていいのかな、大丈夫なのかな。まあ全然普通に注文したら、別にあの食券渡したら、ほらこれね、普通に「はい、分かりました」って言ってくれたので、まあいけると思うんですけど、着くのね8時の予定でね、今まだ7時なんですよね。だからちょっと早すぎると思うんですけど、着くのね。しばらくするとやってきました。これがタラスープ定食です。生まれて初めて食べる韓国風の朝ごはん。真ん中の焼き魚以外は日本と様子が違います。特に気になるのがメインのタラスープ。どんな味がするんでしょうか。いただきます。はい、まずこのタラスープ、どんな味するのかな。韓国らしくごま油の味がして美味しい。そのタラ味ってのはどういうのか分かんないけど、でもそれっぽい味がしますよ。多分ね、これタラだと思います。これ見えます、これ、これ多分タラ、これ、タラ、タラ、多分ね、魚のあれ、ごま油が入ったスープなんですけど、コンソメスープにちょっと魚介の感じを入れて、でさらにそのごま油を入れてるような感じかな。ちょっとね、これは言い表すの難しい。韓国風味のスープです。すごく美味しい。僕ね、韓国料理好きなんです、前から言ってるんですけど。で、あと、はい、卵焼き。韓国はね、生の卵を食べないらしいですよ。だからこうやってね、半熟か、もしくはこうやってちゃんと焼くみたいですね。はい、食べます。続いてキムチ、ね、これまあ韓国の本場のキムチですからね、美味しいと思いますよ。めっちゃ辛いかもしれないけど、食べます。ちょっと酸っぱい感じがあるけど、でも、あ、辛さもね、あの本場の辛さっていうか、日本のね、あの甘ちょろいあの何甘いキムチじゃなくてね、僕はあれも好きなんですけど、韓国の本場の辛さがします。辛さがします。辛いです。だからこの風に昨日ね、カツ丼食べたじゃないですか。あれ完全に日本の味だったんですよ。で、韓国のものも韓国の味がするし、すごいですね。なんか韓国の料理長と日本の料理長がなんかコラボしてるのかな。はい、で、なんかこれ謎の葉っぱ、キムチの横にあったんですけど、これもキムチだと思うんですけどね。何なんだろうこれ。あ、ちょっとやや独特だな。辛、ちょっと辛くて、なんか草食べてる感じ。はい、続いてお魚。これ何の魚かわかんないですけど、何かの焼き魚。おいしい。油が乗ってて、これ多分サバだと思います。サバ、サバって結構油乗ってますよね。あ、箸の持ち方おかしいけど、まあいいやね。おいしい、おいしい、日本と全く一緒。はい、これ韓国のり。韓国のりってのおいしいんですよ。あのごま油が入ってて、あ、いいわ、おいしいわ。で、まあ食べ終わってレストランから出てきたんですけど、これ窓見たらね、あ、見えない。ほら、もう着いてる。ほら、もう動いてない、あの船がね。で、もうほんと、プサンの街並みが、わかるかな、ちょっとわかりづらいけど、ほら、プサンがね、もうついてるんですよ。あ、急がなきゃって思うじゃないですか。なんですけど、今だいたい7時半ぐらいでね、で、あの、下船時間はなんか8時って今ね、あの、コースで言ってたんですよ。だから30分ぐらいあるんですよね。だからやっぱ下船の手続きとかがやっぱいるのかな、あの、いろいろあるのかな、そう、船のなんかいろいろ、あ、ちょっと知らないですけど、30分ぐらいこれ停泊してるみたいですね。はい、外に出れたので出てきました。寒っ。しまった。全然違うわ。ちょっと上の服着てないですけど、結構感動的ですよ、これ。肉眼で見るとね、まあ、